さあ試合開始して3秒ですが、これはどういう動画なんでしょうか。さあモーティスが切りに行って、エルプリモが運ぶ。これはおっと、さすがに切って、これはどうや、ガジェット、おお、後ろ姿が切ないブロック。さあ癖の塊みたいなマップしてますねこれ。さあエルプリモ飛んで、あ、これはさすがに止めれんよな。いやいや、え荒ぶったボールが世界を一人旅してる。もう完全に主人と奴隷の関係やんけ。もう支配されてるやん。お、飛ばして、あ、島流しされてる。調子乗って島流しされて帰ってきたら動き止められてるし、ボコボコにされてるやん。いや、めちゃくちゃ仲いいなこいつら。あ、自殺してね、あ、トロフィーを譲ってあげる、うん、わけでもないんだね。うん、厳しい。おっと、これはまずい、これはまずいですね。さあこれは8ビットがなんとかしてくれるのか。果たして瞬間移動して、あ、全部当ててからの瞬間移動して全部当てて、いやこいつ火力ありすぎやろ。さあコレットがボール持ってますね。これはどういうシュートを見せてくれるのだろうか。エルプリモン、お前何しとん。さあこちらは平和に攻めてってますね。さあこれはローサがウルトを使って、さあ決めれるのか。あー、強引やね、おい、強引すぎ。さあロボットが来てますね。これは止めておきたいところ。さあルーで止めてからのスプラウトでまたまた止める。え、やばいことしてるやん。これモザイクかけといて、ちょっとツイッターシリーズで初めてモザイクかかるんだがこれ。大丈夫か。さあティックとモーティスがめちゃくちゃ狙われてますね。これはどうや、あ、モーティスが切りに行くが、おっと死んでしまう。おっと、ティックを一人にしちゃダメなんよ。さあガジェットでなんとかしのぐものの、これはちょっと厳しい。めっちゃ隠れる。心臓ドキドキ言わせながらめっちゃ隠れてる。うん、さすがに無理か。ガジェット使って、ウルト使って、完璧な処理やなこれ。爆弾処理班やったらめちゃくちゃ優秀やん。俺が悪いのは分かってる、2倍速にした俺が悪いんやが。すーげえ気持ち悪いこれ。さあいつものツイッターのやつやっていきましょう。まあ、これね、あのたった一つの判断でね、1点が決まることがあるんで、まあ、やっぱ冷静さは大事と。さあモーティスがめちゃくちゃ暴れてますね。もうこのね、逆転要素があるのがモーティスのいいところ。さあ体力がない、無駄な抵抗は寄せ。いや、何もせんのかい。いや、なんか何もせん方がいいんかい、こういう場合。さあこれは2人で協力して点を決めていきたいところ。ダリルがパスを欲求してるが全部無視、全部無視。うん、無視してよかったね。信じれるのは己のみよね、やっぱり。さあダイナマイク、お前もか、お前もシャシャるんか。おお、よくやったなそれ。味方もたまには信じた方がええんとちゃう。さあこれはどうや、決めれるか。フランケンのウルトが炸裂、避けて、こういう場合だけよ、一人で行くべきなのは。さあかなりキューブ差がありますが、これは勝つことができるか。おっと、バブルと毒切り、見たこともない残酷な死刑のやり方や。いや、なんかキモいわこのバグ、キモいわ。なんかゴキブリみたいやもん、なんか本当にリアルゴキブリやん。リアルゴキブリブロスタに発生してるて。駆除しろ、駆除、いけいけ、殺せ殺せ。ゴキブリみたいなやられ方するやん。さあサージがブチ切れてますね。これはとりあえずドリンク取って、で瞬間移動でとどめを刺しに、いいよ、賢っ。さあ残り3チーム、残り2チーム、キューブ差がある。これはどうだ、どう勝つ、全自動バブル機やん。さあこのエドガーがキューブを狙ってますね。さあこれは急いで逃げろ、おう、うん、1個ぐらい取って帰れ。さあ始まりました、バグりました。いや、テンポが早すぎる。というわけで始まっていくんですが、さあここでエリザベスが飛んでくる。間違って変なとこ飛んでるが、ここでチーミング。急に仲良くするやん。ここでチーミングを組む意味あるのかと思ってたら、一人分の戦力を阻害してゴール。ずるずるすぎるのよこれ。さあ9v1 ティック、これは誰とどう戦う。おお、顔面が上に行ってしまうが、ここでガジェット使ってボンからの賢い。さあブロストライカーが始まっていく。これはね、やっぱいろんな戦略をね、積み重ねて勝利に導くわけでもなく、ただただ一発のガジェットを3人に当てて止めるだけ、単純なゲーム。さあまたまたダイナマイク、これはボールを弾いてからの、さあ避けてちょっと跳ねてウルトで吹き飛ばしてからの、いやほんとこいつ実はさては弱くねえよな。さあ天使の輪っかのついたコルト、結構かわいいかっこわらなんですけど、さあここでレーザービーム、これはうめえ。
さあ続きましてダリルにご注目いただいて、さあここでウルトをかましていくと、さあさあここでまたウルトをかましていくと、回ってウルトからのウルト、頑張りすぎやお前、労働基準法に引っかかるぐらい頑張っとる。さあ2点目、またダリルにご注目、餃子ピンズを押して、さあここでウルトをドリブル、もうこいつね可能性が広がりすぎなんですわ。一度は憧れたこのみんなでバネ飛ぶやつ、これね一時期流行ったんですよね。いや俺もやってみたいなと。さあこれは結局誰が生き残るのか。さあここでダリルがエリザベスを攻撃する。さあペニーがスプラッシュでボコボコにしてるうわずる、これさあいつものやつ、これはですね閉じ込めるやつ。さあここ閉じ込めて、まあ痛ぶってあげると、まあこれはよくある戦法ですね。さあさあこれは、あ横取りされようとしてる、完全に横取られてる。新しい獲物が入った、新しい獲物入ったけど、これ残り3人、左に黒がいますね。これはどうや、さすがに警戒して近づいてこないか。おっと、だがしかしウルトがない、あガジェットでそれ知識つけてないとブロスターは勝てないみたい。さあ真ん中をブルが陣取ってますね。これはおっと、クロウが戦いに来る、これはどっちが勝つ。さあウルト、ガジェット使ってウルトで飛んで、これは逃げる、誰も拾えないエメラルド、どうすんのこれ。さあこのマックスがずっと隕石にいじめられてますね2人のビビがずっと見つめてる、シャトルランやってるやんこの人だけ、何してんの。いや加わらないで、シャトルランに加わらないで。さあまだ追いかけられ続けてる、いじめられすぎやろ。さあタラが残ってますね、3対1か、これは吹き飛ばして、これはしっかりと沈めていく、まだ隕石が降ってる、何してんの君らは、楽しんでないこの隕石の環境を。まだ逃げてる、こんな長い時間走り合った友を、結局これ最後どうなるん。やっぱ友情すら破壊する毒霧は怖え。さあサージが主人公でカールとチーミング組んでますね。さあマックスが裏切ってくる、さあ怒りすぎやろこのピンズ、怒りすぎやろ、こんな真っ赤になることある、焼きすぎたアンパンマンみたいになってるけど大丈夫これ。さあ案の定マックスが逃げる、さあ全員に追いかけられてる、これはどうなる。おっとさすがに勝てんかったが、これはまず1個キューブ取って、これは譲ってあげると、エルプリモお前血迷いすぎや、壮絶な戦いゆえに視力失って、もうカールお前はどうしたんや。で2人になって、お前もどうしたんや、ダイナマイク、お前がこれを何者こいつ。さあホットソン、これはもう青チーム圧倒的に有利ですね。あお帰りくださいと言わんばかりに返され、またでも何してんの、ここ遊園地じゃないんやから、こいつもっとやる気出すよ、こいつのせいで負けたやろこれ。さあエルプリモが草むらに隠れてますね、らしくない、こんなでかい体格してるんやったらもっとね積極的に戦いに行くべきやと思うんですけど、さあボコボコにされてる、絶妙な射程の短さでボコボコにされてるんやけど、かわいそうに、もう明らかに自分より小さいサボテンを盾にしてこんなちょろちょろ動き回る、かわいそうやな。あウルト溜まった、構えた、立場逆転急激に立場逆転するやん、もうエルプリモでウルト持ってたらこれもう世界滅ぼせるからな、こいつ恐れるしかねえ。さあサッカーですね、とりあえずローサボコボコにして、さあこれはどういうシュートが見られるのか、さすがにこれ決めんのは難しいんじゃないか。おっと、いやいや嘘つけ、絶対まぐれこれ。さあめちゃくちゃ攻められてますね。さあウルトで飛ばれるが、しかしこれは、まあ、全然守れると。さあさあこっからシュートに持ち込んでいきたいところで、全員ウルト溜まってるんで、これはどんなシュートが見られるのかと、完璧ですわ。俺バトラーあんまやらんから知らんけど、こんななってんのブロスタって、もう完全に別ゲームやん、もう動物園みたいになってるやん、もうマックスがなんかゴリラかチンパンジーみたいな感じで、もう観光客がみんなこっち見てるみたいになってるやん、完全に
吸われてんじゃん、吸われて、これガジェット使って無敵時間でギリギリ耐えて、これも一気に展開が早い。あ、おめでとうございます。バトラーのツッコミむずいわマジで。さあこっからポコがボール奪って、でこれ回復するがし、おっとこれはコレットのウルトでボコボコにめっちゃ倒すやん。これは超次元サッカー稲妻11っていう名前がふさわしいわ。